お前映すなよ。いつもいつも陰気くせえ顔しやがってよ。ははっ。日村くんだったよね。下の名前は菊尾。驚いたね。新種かな。直せないんですね。どう思う？日村菊尾って一体20年に一人の天才だってさ。日村菊尾、全ての風邪に効くワクチンの開発に成功。自分で開発した薬の製法を持って逃げちゃったんだって。私は彼を病院まで送り込んだ。行方不明じゃ意味ない。私必ず見つけますから。ギャラに見合った仕事してよ。早くしないと死ぬよ。新しい裏切り者がいる。うざそれを逃げ逃げ逃げ。日村を渡せ。知らないってば。